あれ、ここは一体どこだ。刑務所。なんで村口さんがこんなに倒れてるんだ。熊谷先生が脱出できると思う人はチャンネル登録と高評価よろしく。ん、ミスター赤ちゃんもいるのか。村口さん大丈夫か。はあ、ここは一体。はあ、ん、どうしたんだい村口さん。はあ、なんなんだ今のやつは。まずいな。よくわからないけど変なところに閉じ込められてしまった。しかもこのままじゃさっきの怪物にやられてしまう。あ、すまない先生、ここどこだ。わからないけど今すぐこっから脱獄しないと。やばいやばい、何か脱獄できる手段はないのか。ん、今後ろに、あ、ボタンがある。あれを押せばなんか出てくるかもしれない。ちょっと押してみるか。あー、すまないすまないすまないって、ジャンプ力が足らない。あのボタンを押すことができない。一体どうすれば。早くしないとさっきの怪物にやられる。そういえばこのベッドを使えば上までギリギリ届くかもしれない。よし、早速やってみよう。このベッドを下の台にして、あー、すまない。よし、これでセット完了。頼む、届いてくれよ。これで届かなかったら完全に積んでしまう。よし、あー、すまないすまないすまない。ん、お、押すことができた。中からは、え、トラップドア。こんなんじゃ脱獄できない。いや待てよ。あ、そうだ、トラップドアをここに置いてぺったんこをすれば。すまない。お、お、すごい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 。よし、こうやってほふく前進をして、よし、なんとか脱獄。あー、すまない、踏むつもりはなかったんだ。ミスター赤ちゃん、今助けるぞ。すまない。よし、これで扉が開いた。大丈夫か。ああ、俺は大丈夫だが、さっきから何慌ててるんですか。見てなかったのか赤ちゃん。いやー、寝てたんで見てないっすね。とにかくここは危険だ、さっさとこっから脱獄しよう。伏せろ赤ちゃん。やばいぜこれは。なんだったんだ今の怪物は。わからない、とにかくあいつに捕まったらまずい。こっからひとまず脱獄しよう。あ、こっちには鉄の扉があるな。けどレバーとかがないから通ることはできないな。仕方ない、反対に行こう。見せたわけじゃん。あっちは木のドアだ、普通に通ることができる。村口さん、ちょっとすまないで。なあ、でもこの先にさっきの怪物がいたりはしないよな。すまない。ん、お、誰もいないじゃないか。よかった、一安心だ。ん、なんか本が落ちてる。なんだろう。あ、中になんか書いてある。なぜ私はこんなところにいるのだ。しかもあのピンクの怪物は何だ。見つかったら命はない。せめてここにセキュリティハウスを作れれば。セキュリティハウスか。そうだ、ここにセキュリティハウスを作ることができればさっきのピンクの怪物を倒すことができる。けどセキュリティハウスを作る素材なくね。そう決めつけるのは早い。このエリアのどこかにセキュリティハウスを作る素材があるかもしれない。お、あっちは行けそうだね。じゃあちょっと僕は奥を見てくるから、ミスター赤ちゃんは絶
対にここから離れないように。分かってますよ、どこも行きませんよ。よし、それじゃあ右側の通路進んでいこう。この先はどうなってるんだ。あ、特に壁とかもドアもないね。なんだか苔が生えた石があるな。雰囲気が随分と変わったけど、どっち行こう。二手に分かれてるけど、左…待て、こいつはさっきのピンク色の化け物じゃないか。なんでこんなとこに捕まってるんだ。誰かが捕まえてくれたのかな。いや、でもここには僕と赤ちゃん以外遊ばない。危ない。こいつが出てきたら僕が危ないからね。よし、ひとまずこっちに用はない。反対側から行ってみよう。迷路みたいになってるな。こっち側は左右ん、あ、鉄のドアがある。これは普通には通れなそうだな。ん、下に感圧板があって鉄のドアか。あ、分かった。この中にさっきのピンク色の怪物を誘導すれば感圧板が作動して鉄のドアが開くに違いない。けどちょっと危険だな。下手したら一発でやられるかもしれないから、これは慎重に行かないと。でもあの扉の先にきっと何かあるに違いない。ちょっとやばいけどやるしかないね。ああ、すまない。たった、来た。逃げろ。追いつかれたら一撃でやられる。で、まだ来てる。ああ、すまない。よし、入った。しかも後ろの扉が開いた。やっぱり僕の予測通りだ。さあ、この中にあるチェストを見てみよう。中には何が入ってるかな。ん、お、これはこの素材があればセキュリティハウスが作れる。あー、でも帰り道はこっから。すまない。危ねー、今触れたら絶対にやられたね。よし、ひとまず最初のエリアに戻るか。さあ戻ってセキュリティハウスを作るって。またミスター赤ちゃんがいない。一体どこに行ったんだ。まさかさっきのモンスターにやられたのか。ミスター赤ちゃん。あれはミスター赤ちゃんじゃないか。大丈夫かミスター赤ちゃん。すまない先生、実は村人さんの生き残りがいたんだ。どうも村人です。一体どこにいたんだい。倒れている村人の陰に隠れていたんです。そういうことだったのか。死んだふりをしていたのです。なるほど、じゃあ一緒に脱獄しよう。さーて、セキュリティハウスを作るための素材が揃ったから、今からセキュリティハウスを作っていこう。ちょうどここに赤い目印があるからね、これに沿って3段の鉄ブロックの壁を作っていこう。よし、まずはセキュリティハウスの壁が完成。けどこのままじゃドアがないからね、ドアを作っていく。そうしたら地面を壊して粘着ピストンを設置していこう。さあ次はフェンスを乗せて、下にはリピーターとレッドストーンで回路をつなげていく。あとは地面を隠してレバーを設置すれば完成。よし、自動ドアの完成だ。けどこれはもう一つ欲しいからもう一個作っていこう。 OK、 二つ目の自動ドアも完成した。一応使い方としては追ってきた敵に対して閉める、そうしてもう一回閉めて、この中に敵を閉じ込めることができる。あー、けど倒すことはできないな。すまない先生、捕まえても倒せなきゃ意味なくないっすか。そうだな、爆弾でもあればいいんだけど。よかったらこのレバー使いますか。レバーありがとう。これがあれば左側の扉の先に進むことができる。ちょうどあそこだね。なあ、そういえばこのレバーどこで拾ったんだい。ん、聞こえてる村人さん。ああ、拾ったんですよ。なるほどね。よし、それじゃあ僕は左側のドアを進んでいこう。開いた。さあこの先には何があるかな。ドアがある。これは何かある予感がするな。でもさっきの怪物が出てくるかもしれない。慎重に。ここはマグマアスレチックだな。ちょっと危険だけど勇気を出して行ってみるか。よし、すまない。さてと、チェストがあってターゲットブロックがあるな。これは何をしたらいいんだろう。トラップドール、これちょっと怪しいな。
開けてみるか。すまない。お、レバー出てきた。な、レバー引いたらチェストも出てきた。中身は何が入ってるかな。あっ、すまない。お、お、弓矢が入ってる。なるほどなるほど。多分だけどこの弓矢を使ってあのターゲットブロックを撃つんだな。よし、早速的を撃っていこう。すまない。お、あ、一瞬ブロックが稼働した。ってことは撃ってすぐにこれは飛び移るっていう感だね。なあ、すまない。よし、タイミングをしっかりと測っていこう。もう一回。すまない、今だ。よっ、ふう、危ない危ない。なんとか乗り移ることができた。さあ、チェストの中身は、ん、あ、これは TNT。 よし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 、この爆弾があればあの怪物を倒すことができる。よし、この爆弾を使ってあのピンクの怪物を倒そう。さ、アスレチックは華麗にクリアして助けてくれ。な、どうしたんだ。な、ミスター赤ちゃん、早くセキュリティハウスに入るんだ。それができねえんだ。ま、なんだって。ふん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 。な、裏切ったのか。その通りだ。なぜならお前たちをここに連れてきたのは私だからな。ま、何が目的なんだ。目的なんてない、ただ楽しいから私はこういったゲームをしているのだ。や、やべえ、やられる。そうはさせない。すまない。はあ、ま、待て、落ち着け。私は、はあ、ま、さっきの村人はやられたのか。ひとまずミスター赤ちゃんからこいつを離すためにこいつの気を引く。すまない、すまない。って、なかなか当たらない。あ、気づいた。って、こいつ結構足が速いんだよな。そうだな。どっち、あ、そうだ、こっちに確か落とし穴があったよな。そっちに落とせば。って、ミスった。こっちは行き止まりじゃないか。どうしよう、この先は何も。あ、トラップだ。ある。あ、こんなところに隠し通路があるじゃないか。へー、助かった。行き止まりかと思ったよ。ん、このドアの先には一体何があるんだ。お、あ、チェストがある。中身は何が入ってるかな。なあ、すまない。お、金のリンゴにレール、トロッコ。お、これがあればさらにセキュリティハウスを強化することができる。あ、それよりもミスター赤ちゃんは大丈夫か。さっきのピンクの怪物から目を離してしまった。無事でいてくれよミスター赤ちゃん。ひとまずここにはいないみたいだ。ああ、助かったです、すまない先生。無事でよかったミスター赤ちゃん。って、あ、レバーが落ちてる。俺はさっきの村人が落としたやつか。あいつまだレバー持ってたのか。あ、そうだ、そういえば最初のあの奥のエリアまだ行ってなかったよな。確かレバーがあれば先に進めるから、ちょっとこのレバーやってみよう。セット。なあ、すまない。よし、扉が開いた。って、溶岩が漏れちゃってるじゃないか。なんかの実験をしていたような感じの場所だけど、もしかしてここでさっきのピンクの怪物が作られたのかな。それぐらいの大きさの部屋がある。あ、ちょっとチェストあるから中見てみよう。ん、中には本が入ってる。中身はなんて書いてあるんだろう。ちょっと見てみるか。やった。許さない、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 私を捨てたことを許さない。うわぁ、なんだこの文章、気持ちが悪いね。もしかしてさっきの怪物が書いたのか。ひとまずセキュリティハウスを作ってあの怪物を倒さないとな。よし、到着。それじゃ今からセキュリティハウスをさらに強化していこう。こっから開けて中に入っていく。まあそうだな、さっき手に入れたこの TNT を真ん中に入れていく。作戦としては TNT をこうやってたくさん積み重ねて、あいつをこの中に閉じ込めて爆破するっていう作戦だ。さあ、 TNT の設置は完了。あとはさっき手に入れたこのトロッコとレールを使ってさらにセキュリティを強化していこう。ここに加速レールを設置して
一周ぐるっと TNT の周りを囲っていこう。まあこのセキュリティが決まればさすがのピンクの怪物も一撃で倒せるだろう。よし、こんなところか。じゃあ角っこは加速レールじゃなくて普通のレールを敷いてと、あと一箇所だね。ナースフライ。よし、レールの設置は完了。さらにトロッコを設置。ただこのままだと加速レールが起動しないから、こうやってレッドストーントーチを置いていく。よし、これでラスト起動したかな。じゃあトロッコを押して、お、起動してるね。よし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 、あとはさっきのピンクの怪物をこのセキュリティハウスに入れて、さらにトロッコの上に乗せれば僕の完璧な作戦が決まる。さーて準備は完了だ。あとはさっきのピンクの怪物が来てくれるのを待つだけだけど。ん、あ、いた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 、来てる来てる来てる。さあ、あいつの注意を引かないといけないから、弓矢で、すまない。よし、気づいたかな。さあ、来た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 。あとはトロッコに入ってくれ、頼む。すまない。ふう、ひとまずセキュリティハウスに閉じ込めることはできた。ただ問題はこっからどうやってこの怪物をあのトロッコに乗せるかだ。さあ、後ろからバレないように侵入して、こっちには気づいてないな。よし、どうにかトロッコに乗せたいんだけど、乗ってくれる気配はないな。となると強引に入って閉めて、さあ頼むぞ、入ってくれ。うおー、やった、ラッキー、勝手に入ってくれた。これでもピンクの怪物は身動きを取ることができない。あとはこの TNT を爆破さえすれば勝つことができる。よし、これでフィニッシュだ。なあ、すまない。あ、ミスった、ここじゃなかった、こっちこっち。さあどうだ、いけるか。倒したのか。あ、しかも外が見えるって、だ、こいつはさっきの怪物じゃないか。倒れてるけど完全に、あ、動かない。よし、ピンク色の怪物を倒すことができた。よし、あとはこんなとこからはさっさとおさらばだ。すまない。お、お、やっと外に出ることができたけど、ちょっと場所がわからないな。まあでも外にさえ出れば帰ることはできる。ということで今回の動画以上だ。